こんにちは。学生スタッフのサガスです。今からシルクを案内していきます。シルクとは創上インターナショナルラーニングセンターの略です。英語に特化した施設になっています。では入っていきましょう。まずここにあるのがイベントホールで、ハロウィンやクリスマスのイベントなどが行われています。ネイティブの先生方と一緒に楽しむことができて、英会話をしながら、イベントを楽しむことができます。で、今行われているのがこのハロウィンのイベントで、イラストコンテストっていうのも行われています。こちらはシルクカフェになっています。どのような場所かというと、誰でも勉強することができる場所です。英語の勉強をしてもいいですし、自分たちが学んでいる教科の勉強もしていいです。で、まあ、カフェなので開放的な空間になっていて、天気がいい日にはこのようにオープンな空間で勉強することができます。今から2階のサルクに移動します。こちらは2階のサルクとなっていて、ここの施設はイングリッシュプリーズ、基本的には原則英語となっております。ここの施設ではこのようにトイックや英検などの参考書があり、 CD が付いてるんですけど、この CD をここの施設で聞くことができます。お家だとなかなかリスニングの勉強をしないので、こういう場所で勉強するのもいいと思います。参考書を買うときって、結構自分に合ったのを選ぶのって難しいと思うんですけど、そういうときにはこちらのレベル別に分かれたシールが、ここのシルクの本には全部貼ってあるので、自分に合った本を選ぶことができます。ぜひこれからトイックか英検を考えている人には、こちらのシールを参考にして買われることをお勧めします。堅苦しい参考書って苦手とか、やっぱ嫌いって人も中にはいると思うので、そういう人にはこちらの方が読んでいるような、ちゃんと逆輸入された漫画、こちらの簡易的な絵本などがあるので、こちらをおすすめします。洋楽が好きとか映画が好きって人もいると思うんですけど、ここのスペースでは洋楽を借りることができて、あと映画は、海外のものだけではなく、こちらの逆輸入されたジブリ映画などがあるので、こちらのスペースで視聴することができます。こちらはカンバセーションラウンジとなっていて、シルクに在住している先生たちとこのようにおしゃべりすることができます。Alright, I will ask you some questions. Japanese food. What's your favorite Japanese food? Sushi. You like sushi? And your favorite Japanese food? Katsudon. Katsudon. I like katsudon too. And a hobby. How about hobby? What's your hobby?シルクのキャンパスツアーはいかがでしたか？もしいいねと思った方は、創上大学へぜひお越しください。